やってよかったですよ、本当に。元気になってよかった。そう、あのね、診断結果でしょう。診断結果はね、出てません。診断結果は出てません。あ、痩せた？本当に？2キロぐらい痩せたんですけど、気づいてくれる人います？本当にね、見た目じゃ全然変わんなくて。ちょっと悲しい。え、2キロも痩せたのに全然顔変わらんじゃんって。まあ痩せれたんでいいんです 痩せれたんでいいんです、別に体調不良でも。それで何の話でしたっけ？何の話でした？何してたの？何もしてないですよ。もう無駄な1週間でした 無駄な1週間というか、暇な1週間でした。暇すぎて、韓国のイテウォンクラスを1話から全部最終話まで見ました 1話から最終話まで六本木クラスを見てたんですけど、日本のね。けど面白くて、韓国のイテウォンクラスをね、最初から最後まで見ました。めっちゃ長かった。2日ぐらいかかりましたね。そうなんだよね、 SNS ね、更新したかったんだけどさ、なんか どうしよっかなと思って、全然しよっかなと思ったんだけど、もう一旦、いや本当ちょっと痩せたよ、2キロぐらい。そう、でもね、なんかね、不思議だった。不思議な1週間でしたね。不思議な1週間ってか、なんか別に病名とかはないんですけど、そう、なんか病名とかないっていうか、まああるんだろうけど あるんだろうけど、病院に行ったのがね、夜中の3時じゃない、夜中の5時か、ちょっと何時か、もう本当にね、マジで意識朦朧としすぎて 時間とか把握してなかったんだけど、多分ね3時とか4時とかに行って、なんか救急外来、救急外来みたいなさ、緊急外来みたいな感じだったから、なんかね、検査とかはなかったんですよ。そう、簡単なさ、もうなんか普通に痛み止めとお薬みたいな感じだった。だから、なんだか分かんない。そうそう、で帰ってきて、病院から帰りよった時に755で帰ったと。おい、おやすみしますって、もう泣きながら、あ、嘘、泣いてない 全然泣いてないけど、もう本当にくたびれてた、くたびれてたよ。もう本当にね、いつ頃回復されたんですか？それがね、なんか私もともと熱がね高いんですよ。6度8度分から6度8分から7度ぐらいまで高めだから、そんななんか別に寝込むってほどではなかったんですけど、まあ7度から8度ぐらいの熱がずっと続いてて、そう。だからね、もう本当にね大変だった そう、なんかね、謎のね、微熱ですかね、微熱みたいなのがずっと、寝込んだとかはないんだけど、そう、謎の8度ぐらいの熱がずっと続いたんですよ。なんかね、3日とかで治るかなと思ったけど、結構長くて。そう、しかもね、ご飯を全く食べなかったから3日ぐらい、もうね、力が出ないんですよ、ご飯食べないと。ご飯も食べないし、熱もちょびっとだけ熱あるから、なんかね、もうね、やる気がなくなった もうやる気はなくなったよね、普通に。そうで、しかもなんか、そう、健康にいいものをね食べたいんだけど、食べられなくて、ずっとね、もうおかゆみたいなのばっか食べてました。でもおかゆは嫌いだからね、ちょびっとだけ味付けてもらって食べました。コロナじゃなかったよ、コロナじゃ。
そう、まあ、とりあえず一旦もうムママは何別にでも熱出てる時に配信するのもなんかなと思って、そう全部落ち着いてから配信しようって感じでしたね。コロナじゃないって判断早すぎん？早いと？早いかな？分からん。え、ちいかまの動画ツイッターに、え、見たい見たいよ。そう、お仕事とお盆だったしね、お盆でちょうど良かった。本当に私人生で一番痛い思いした人生で一番痛い思いして病院の先生に一番痛かったって言った先生にめっちゃ言いました。本当に喋れなくてって言ってめっちゃ言ってたら、なんかちょっと最後らへんフフって笑ういや笑ってる場合じゃないです先生って言いかけたけど、マジでなんかもうちょっと小バカにされてましたねそう、いや盲腸かと思ったんですけど盲腸じゃなかった。でもね、あのイカメラとかそうだからもう救急外来だからちょっとしかもう最低限の処置みたいな感じしかしてもらえなくて、とりあえずもう痛くて仕方なくて、なんか痛いとかじゃないよ、痛いとかいうレベルじゃなかったんですよ。なんか携帯見れるとか携帯触れるとかいうレベルでもなくて、もう動けないのそれを本当に3時間ぐらい耐えたらもう死んでしまうと思って、小児科所のことですけどなんか緊急外来みたいな感じだった。そうもうねマジで3時間ぐらい耐えたんです。でも3時間も耐える必要なかったなと思って、普通に点滴打ったらすぐ治るじゃん、とりあえず痛いのとか。なのに私はめっちゃ我慢して3時間も耐えたんです。そしたらね、え、心当たりない、マジでない。外来混んでた？全然混んでなかったそうで、あのおかんにマジで本当に3時間もう本当に動けなくて、本当になんかもうあのマジでやばい、意識なくなりそうと思ってそう脱水かな、脱水症状とかだったのかもしれない、もしかしたら分かんないけど、でなんかもうなんか痙攣起こしそうだったのそう、それでもうマジで動けないんだけど、とりあえず同じ家にはいるんだけど、おかんに電話しようと思って携帯取っておかんに死ぬの2文字だけ送ってそしたら起きてくれて、おかんすごくない、死ぬの2文字でおかんが起きてあの来てくれたんですけど、マジでおかんやばかった本当にね、おかん面白いの、本当に面白かった、もうえ、とりあえずもう本当になんかね、お水飲みなさいって言って、おかんがお水飲みなさいってめっちゃなんか焦ってきてこうくれたのがキンキンに冷えた水だったのさすがに切れたよね。ね、喋れんかったとね、言葉を発せれんくて、あの言葉を発せれなかったの、あまりにもひどくて、でもお母さんと会話が成り立たんくてみたいなもう本当にやめてみたいな、なんでキンキンなのと思って、もうって言って、あのそしたら次は本当にそう長崎にいる時でよかったねって本当にみんなと話してたんですけど、次お母さんが持ってきたのが面白いんだって、うちのお母さん、いや本当その時は笑えなかったんだけど今になって笑える話なんだけど、あの水をねコップを持ってって、コップをね渡されてあの常温でいいんですよ、常温で、なのにあのグツグツに沸騰したあのポット持ってきて、そのコップに入れられるんです、グツグツ言ってる お水お湯を飲まされるっていう、なんなの本当にちょっとうざかったです。でもねまあ良かったです、生きててマジで生きててよかったって思うぐらいきつかったんです。でだからもう一生
ちょっと痩せた。でも2キロぐらいしか痩せてなくて、そんなに変わってない。そうなんですよね。うちのお母さんは看護師にはなれません。もうお母さんに言ったもん。そうで、なんか途中からなんかちょっと不機嫌になってきて、おかんが、ねえ私全然寝てないんだけど、私の方が寝てないんだけどって言って、あ、めっちゃピークにきつかった。もうなんかその日がピークにきつかったけんか、それ以外はね、なんか夜中にまたなんかめっちゃ胃が痛くて、夜中にね何回も起きて寝れないっていうのあったんだけど、そう、それその日がピークだったからね、そんなにその他はちょっとそんなでもないぐらいに思えたぐらいやったけど、でもなんかねずっと夜中に胃が痛くて寝れないぐらい痛いって、何なんだろうね。全然仕事じゃなくて、昼の夕方の4時ぐらいまで寝てましたそうなの、大変だったね。人生で一番痛かった。なんかもう意識がね飛んでお母さんやばい、みーちゃんの意識がやばいとか言って、意識がやばくなってきたけん病院行くかとか言ってそう、めっちゃね面白かったよ。なんか元気出ましたね。ちょっとイラつきましたよそう、でもね良かったですよ。もうとりあえずね薬とかもらったから、まあなんかあったら、いや本当よ、救急車呼びたかったぐらい。本当にもう意識なくなったら救急車呼ばんといけんけどね。顔丸いですか、寄せたのに。そう、そんなこんなで大変な1週間でした。その瞬間は笑えなかったですよ。本当にもう一言も喋れなくて、こんなだった。そう、もう本当に歩けないし動けないし、そう歩けないのも痛すぎてやばいよ、うちのお母さん本当に。もう看護師にはなれないですね。看護師さんって本当すごいなと思いましたもん。お母さん見た後に病院行って、なんかこうやってもうあまりにもきつすぎてくたーってしてたんですよ。そしたらさ、その車椅子に乗ってたんだけど、誰が動かしてくれてるのかわからないじゃない、後ろなんか振り向かないじゃないですか、もうあまりにも動けないぐらいきつくてそしたらさ看護師さん、圧倒的看護師さんが押してるんだろうなって思ってたんだけど、突然なんか角とかに、廊下の角とかにぶつかり始めてそう、やばい、これ絶対おかんだと思って恐る恐る振り向いたらおかんだった面白すぎるおかんで、なんかさ止まるときはさ、あのブレーキみたいな踏まんときとか、あの押さんときんやん。そうそれなのにさ、おかん私に置いてどっかに行って、なんか揺れてるのよ車椅子が恨みましたねおかんを。もうマジで一瞬で分かった、やばいこれおかんやん絶対、すぐ分かりますね、うん、おかんは看護師にはなれない。おかんがひどいんじゃなくて看護師さんがすごいのかな。そうよ、私ゆらゆらしてたもん、きつかったのに。でそんなこんなで1週間過ごしました。そんなこんなで1週間ご飯食べなくて、ご飯食べないから元気出なかったな。俺がすごい、俺もすごいです俺がすごい。アリさんありがとうございます、アワード参戦って、ありがとうございます。参戦しちゃった、なんかそう。でもそんなこんなで、ね、まあ良くなりました、 きっと良くなりました。ちょっとね、あの熱を測ってないんだけどそう、熱測ってないんだけど、体感熱ないです。そうね、長崎でさ、あのみんな親戚とかいて、めっちゃみんながさ、お寿司とかさ、なんかオードブルとか広げてみんなでご飯食べてるの。私はそれをこうやって眺めてスープとか飲まされるそう、うどんとかなんか消化にいいもの食べてたんだけど、悲しかったそう、みんなおいしいもの食べてさ、もう本当に羨ましくて仕方なく、まあいいけどね。え、でも聞いてください、私ね
なんかね、なんか胃腸炎なのかなと思ったんですよ。急性胃腸炎とかかなと思って調べたんですけど、2週間は食べなんか食べ物には気をつけないといけないみたいな感じで、まあ今日チョコレート食べたんですけど全然。そう、え、なんか食べていいとダメとって思って、なんだか知らないですけど、いやストレスなのか、そうウイルス性の胃腸炎なのかちょっとよくわかんないんですけど、そう胃腸炎とかだったら2週間ぐらいは食べちゃダメみたいな書いてあって、そうで、なんかお友達がね、胃腸めっちゃひなんか胃腸炎にもいろいろあるじゃないですか、軽い胃腸炎とすごい胃腸炎、あの重い胃腸炎と、まあ風邪だってそうじゃん、コロナだってそう、インフルエンザだってそう、軽い重いあるじゃないですか。きっと私は重かったんですよ。あんな動きなくなるぐらい、意識なくなるぐらい痛いこと絶対ないぐらい本当にひどかったの私はね、この間。そう、それでお友達に聞いたら、なすごいひどい胃腸炎になった子がいて、2週間ぐらいもう毎日もう食べても全部戻しちゃうって言ってた頃、もう2週間もと思って、そうしかもその子はね12キロ痩せたって言ってましたよ。 その子だったかな。そう12キロ痩せちゃうって言ってて、2キロでよかった2キロでよかったなんだけど、そうで私はね、私は全然大丈夫でした。2キロしか減らなかったし、まあ食べてないからね、そもそもおかゆとかしかまだ、そうでもまあ大丈夫そう、よかった元気になって元気になったけんにってしとく。うん、オートギリとどっちが、オートギリの方が全然マシ。オートギリだってだって全然なんかまだすっきりするもん出すもん出したらすっきりするもん。マジでこの間のは一生終わりが見えなかった、痛すぎて。そう、それが胃腸炎なのかな。あ、ご無沙汰しておりますね。そう、よかったです。本当にドラゴンなんかしてくれたかな。何もしてくれないですよ、特には。ずっと筋トレしてましたね。そう、あ、そうなんですよ、そうなんですよ、持病のね、見ながら、そう持病の関係かなってよく聞かれ、あの DM いただいてたんだけど、全然関係ない、ごめんなさい、本当に全然関係ないし、全然関係ないし、あれですよ、全然関係ないです結構ね DM でくれてたの。そうで全然そんなことないし、あれですよ、つながることもないです、きっと。わからんけど いや大丈夫大丈夫そう、あ、本当？みゆこ心配してたぞ。あら、ごめんね、みゆこ。よかったです、元気になって。そうなんですよね。持病のね、治療もしないといけないんだけど、病院行くの、行く予定だったんだけど、そっちに、胃腸炎であれされちゃって、忘れちゃった。ねえ。私さ、4年間熱出したことないんですよ、人生で。高校2年生の時から、17歳の時から、今22ですけど、5年間熱を出したことがないのに、いつもいつもお腹痛くなったりそう、これをねめっちゃ自慢してるんだけど、なんかねお腹の調子だけはすごく悪いんだよな。胃腸が弱いんだよね。なんでですか。そうなんですよ。ライトつけた方がいいですか。え、痩せた？嬉しいな。痩せたかな。嬉しいな。以上。え、そうそう。すいません、本当に。頭の調子も、いや、なんかの間違いじゃないですか。なんだろうね。彼氏と旅行かと思った。誰やねん、彼氏は。旅行とか行かんでしょ。こんな。あ、どうなんだろう、お盆って。みんな帰省してさ、コロナ増えてるのかな。まだこれからか。ライトつける、いやつけんでって言われたらつけんよ。
最終回みたいな話題だけど、東京もそう戻ってきたとよ、戻ってきてたんですよ。上に誓って一応、え、知らん、下胃腸炎かどうかはね、うん、自称胃腸炎自称胃腸炎でもあんな痛いのかな、だって人生で一番痛かったもん、本当に死ぬかと思った、生きててよかったって言ったもん、本当に、あー生きててよかったって思った、よかったです。え、本当ですか、チーク、え、じゃあ聞いてみんな、私さ、この間長崎にいる間めちゃめちゃなまりがひどいねって言われたんですよ、やっぱり長崎にいると、東京の人に。でもこっち戻ってきたらなまらなくなってきたね、なんか、まあ、でも敬語で喋りよったけんかな、ちょっとなんかなまらんくなってきた気がする。でもね、帰ってる時はね、配信見てた東京の人なまってる、なまりがひどいって、そう、でもこっち戻ってきたけんかそう、そうそう、本当？そう、程度の問題か、マジか、そう、敬語や、そうね、確かに、そうね、聞いてよ、ユーカリの誕生日全然お祝いできんくて、まあメールじゃない、 LINE は送りました。翔平誰、翔平誰、翔平っていうお友達いたっけ、意外といそうでいないな、翔平くんは。笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。とにかく良かった場合、おやすみ、寝るんかい、 ありがとうございます、笑顔ニコニコさん、わースポーツカー、ありがとうございます。いやー良かった、笑顔ニコニコさんも元気ですかありがとうございます、ありがとうございます、すいません、なんかわー、ぶーん、あー良かったですね、本当に良かったです、ありがとうございます。10時って何ですか、10時って何、あ、10時だもんね、そっか、もう寝なきゃ会期祝い、ありがとうございます。そう、すごい心配、ニコニコ様にすごく心配してくださってて、ありがとうございました。 DM 全部読んでますからね、ありがとうございます、みんなマジで心配してて、本当だよ、ありがとうございます、すいません、ヘラヘラ病は治、ヘラヘラ病は治らない、治らないです、治ったら寂しいやろ、ヘラヘラせんくなったら、私が逆にね、あー嬉しい、プレゼントとお手紙送りますね、嬉しい、ありがとうございます。正直不安だ、え、なんでなんで、死ぬかって、私が死にます、死に、いや死にかけたよ、本当にこのまま死ぬんかと思いました、私だって、よかった、野口さんが何か言ってるよ、おやすみ、寝るの、え、もう寝るの、あ、そっか、でも10時、10時かも、もう寝る時間か、おやすみ野口さん、あ、全然全然いいですよ、送らなくても心配してくれてた、すいません、本当に本当に心配してましたって、すいません、発信でもさ、なんか文章で言うとなんか難しいなと思ってね、胃腸炎かどうかも知らないしね、多分自称胃腸炎、緊急外来ってね、そんなしてくれないんですね、ね、そう、しかもさ、市内の大きな病院に行ったの、まあ、かかりつけっていうか、その持病で行ってるところがその市内の大きい病院だから、そこに行ったんですよ、近くの、まあ、クリニックっていうか病院もあるんだけど、まあ、そっちの通ってる通院してるとこがいいかなと思って、車で40分ぐらいかかるんですよ、40分ぐらいかかるの、そんなとこに行ったんだけどね、あの精密検査っていうかさ、詳しく検査するなら朝の9時ぐらいにもう一回来てくださいって言われて、言ったもん先生に、先生私ん家めっちゃ遠いですよってめっちゃ遠いですよ、めっちゃ遠いですけど来なきゃですかって言って、今治ったらいいんじゃないみたいな、治ったらいいと思うけどみたいな、めっちゃ適当やなと思って、あ、でもまあ緊急
救急外来券簡単な診察しかできないんですよみたいな話を聞いてたから、まあこんなもんかと思ってこんなもんかと思って帰りましたけど、治ったんで。そう、痛み止めで治るんです、治ったの。そうあ、コウタロウさんお久しぶりです。すいません、お久しぶりになっちゃってすいません。そう、なんかね、私はめっちゃひどかったつもりだったんだけど、先生からしたら、あ、まあこんなもんか、喋れてるしみたいな感じで、ね、感じだったんだろうね。そう、まあ喋れてる人は大丈夫ですよ、意識もあって、意識もあって喋れてればそんな大したあれじゃないですよ、きっと。そう、そうですよね、確かに。ドクターディスらないで、ドクターね、面白かった優しかった。本当に人生で一番痛かったんですよって言ったんだけど、ちょっとなんかヘラヘラされちゃった。めちゃくちゃ久しい。そうなんです、私配信1週間ぐらいお休みしてて、すいません。そう、久しぶりの配信でちょっと緊張しちゃった。なんか最初シナモンっぽいキャラだと思うってどういうこと、何それあ、ニューヨークからありがとうございます。ありがとうございます。昨日会いませんでした、昨日、え、昨日昨日何、どこで会ったの、私と。なんで休んでたんだから言ってるじゃないですか、もう。何のこと見てる人が。そうだよね、大会1回、そんな1週間やったけど、1ヶ月全然違うけどな、まあ、確かにそれぐらい長く感じたってことか。すいません、本当に嬉しかったですよ、あのみんなが、あの寂しいって言ってくれて違う、1ヶ月じゃない、1週間です。いや、お風呂は毎日入ってます。豆は長崎、何豆って、豆は長崎、あ、おかんのことですか。豆は長崎に置いてきた、やめてください。彼氏と旅行で休んでました。全然違いますからね、皆さん。本物、本物です本物ですけど、え、でも変わってないでしょ別に、顔とかちょっと痩せたかな。メイクの仕方がちょっと忘れちゃってね、久しぶりするとね、あれこんな感じだったかなってなる。いや、やめて彼氏。本当？カラコンやっぱギャルに見えますよね。黒に戻す、黒に戻すわ、すいません。うん、やめなさい、部屋四角くない、あ、顔悪いからそういう感じ、やめてください、そんなわけないでしょ。でもちょっと顎とんがったじゃない？ほら、どうよ。あ、みんな、そう、イテウォンクラスをね、一番最初から最後の目まで見たっちゃけど、めっちゃ面白かった。イテウォンクラスみんな知ってます？え、マジで面白いけん、みんな見てほしいけど、超長いけんか、諦めないでマジで諦めずに見てほしい、最後まで。マジで面白い、イテウォンクラス。てかガニメディさんが絶対見てほしい、マジで見てほしい、面白すぎる。でも韓国ドラマって結構あれぐらいが普通なんだってね。そう、結構長いらしい、どのあれも。え、めっちゃ長かったですよ、3日かけても、あ、2日土日ぐらいで見たんだけど、で永遠に終わらなくて、でもね、永遠に終わんないんだけど、次が気になって気になって切れないの、わかりますか、わかりますかなんかね、もうマジで次が気になってね、ここで止めきらんとよ、面白すぎて。そう、うん、みずきちゃんと喋るどっちが長いですか、イテウォンクラスあ、でもな、私もずっと喋れって言われたらずっと喋れるんですよね。イテウォンクラスといい勝負かな。え、でもマジで16話ぐらいありましたよね。え、半沢直樹じゃない、イテウォンクラスだって。そう、いいぞ、マジで次もうマジで面白い。え、どっちに、どっち、ど、ど、だ、みたいな感じになるんですよ。そう、そうそう正しい意見見て、本当に。それは嘘本当だって、異世界おじさん見てます。え、なんそれ、そういうドラマ、君の声が聞こえるっていう、え、カンドラですか。いや、うちのね、尾上家、今ね、長崎の尾上ハウスはね、韓国ドラマに激ハマりしてますよ。あのキム秘書、キム秘書とか、あと何やったっけ、なんか
バンチェンみたいなやつ、バンチェンみたいな映画ドラマ、なんかねビヨンゼンみたいな映画とか見てる、ドラマかな、みんなハマってます。で、あとね、あれも私ね、最近あれちょっとね体調不良な間ですね、すごいネットフリックスずっと見てたんだけど、あれも見出しちゃった、私あれ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 、極夫、極夫夫主婦みたいな、極道主婦みたいな、え、何やったっけあれ、あの玉木さんのと川口春奈さんのドラマ、え、なんだっけあれそう、そのドラマを一から極主婦道だって、極主婦道、極主婦道ってやつ、極主婦道ってのを見始めました。それを見て、最初から最後までほとんど、あ、もうちょっとで終わるかな、そう、それね、めっちゃ面白くて見てるんだけど、あれいつのやつなんだろうね、最近のやつじゃないよね多分、なんかねちょっと古かったもんな、あ、違う、待って、あー間違った、ちょっと内容がごちゃごちゃしてた、ちょっと古かったなって思ったのはあれだった、今日も嫌がらせ弁当っていう映画を見たんです、それがめちゃめちゃ古かったんだ、あのなんかね、そう、それだ、それ結構前、そう、それで、それ、あの今日も嫌がらせ弁当っていう映画を見たんですけど、それが面白かった、そう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 、弁当映画好きだね、え、マジで弁当映画見ましたっけ他私見たっけ、あ、でもあれでしょ、なんかそう、弁当映画ね、一個前のあれか、あのあれですよね、あー、あれか、ちょっと何百何十個の弁当みたいなやつ、あれね、あの開始何分かで終わった開始10分ぐらいで終わったんだよね、あのあれ確か最後まで見てないもん、そう、今回の映画は楽しかったよ、あ、ただ今回の映画はじゃなくて、あの今回の映画も楽しかった、そう、寝ちゃうんだよね、そう、本も見てないそう、なんかね、何があったんだろうね、途中でも見るの離脱しました、ハウは寝てない、ハウはよ見たいって19日ですからね、皆さんぜひ行ってください、8月19日です、あー、あっという間、今週ですよ、今週の金曜日、マッチング率、ぐるない見てないの、水木何役です、出てないです、出てないです、水木は、いや、仕事で行けなくなった、マジか、忙しかね、ワンピースの映画見ておいで、ワンピースの映画ワンピースの映画今合ってないでしょ、合ってるの、本当に合ってる、この間ワンピースのチョコレート食べたもん私、そしたらね超有名なキャラクターが出てきたんだけど名前知らんくて人にやった、ウムの人にやった誰かわからんくて、そう、ワンピース、ドラゴンボールやったら見るけど、やってるの、あ、やってるんですね、チョッパーしてますよ、シャンクスかも、シャンクスかも、そういう、あ、でもロゼみたいなやつかな、な、違う、あ、すごい、はじめまして、こじくろさん、はじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします、ブッダさんもはじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします、なんかそういう、あ、ロビン、ロビンかもしれん、あ、ロビンかもしれんね、あ、ロセ、ロセかな、そういう名前の人いない、 OST の新時代、え、なんだそれ、BTS とかじゃなくて OST、 AKB、 知らない、 OST 何の略だ、今回の映画は海賊出るでしょ、え、ワンピースって海賊じゃないと、え、ワンピースって主人公が海賊でしょ、海賊王に俺はなるって言ってるじゃん、1話も見たことないけど、ワンピースの OST、 え、誰さん、毎回出るよね、誰 OST ってOST は知らんくてすいません、あ、あ、違う違う、それモンキーティールフィー、モンキーディールフィー、え、あ、とかモンキーだったんだルフィって、
初めて知った。え、ルフィってモンキーなの。今回のワンピースは海が舞台らしいよ。え、そうなの。いつも舞台海じゃなかったと。めちゃめちゃ船の上でやってるやん。え、違う。モンキーだったんだ。麦わら帽子かぶってるらしいね。いつもかぶってると思うけどね。毎回だわやめて、もうびっくりしちゃう。初見さんも134人の方がびっくりしちゃうよ。何言ってんだこいつ。オリジナルサウンドトラック、サウンドトラック OST 何倍言っとね何倍言っとね本当に実は主人公は鼻が長い人だし。え、それピノキオやん。あ、 STU みたいな感じか。あ、確かに船でね。おお、なるほどね。え、ツッコミ弱くなった、ありがとうございます。あ、なんかね、1週間お休みいただいてる間毎日毎日ツッコミの練習しよったしさ。なんでやねん、なんでやねんって誰それ、勝平さんって誰誰、勝平誰初見でござる。こんばんは、日車さん。こんばんは、尾上瑞希です。よろしくお願いします。尾上瑞希です。よろしくお願いします。そう、尾上瑞希ですえ、歯多くなったかも、ごめん。なんか笑ったら歯が増えちゃう。福岡の方、え、歌手さんか、ごめん。漢字読めんちゃう私。漢字読める、読めや、読め読めん漢字読めんくてごめんなさい。歌手さん、すいません。え、福岡の人誰が、みんな日が、本当よかった、そしたらえ、そう、誰が博多の人、博多って言ってないか、福岡の人。私はね、長崎なんですけど、福岡にもね数年住んでたんです。だからほぼ福岡ちょっとそれは長崎捨てたみたいになるけんやめとこ。そう、まあ福岡にもいたよーっていう。新人賞取った時のエピソードが、どんなエピソード。声優さんですか、勝平さん。あ、ルフィの人、え、クリリンの人。うわー、ドラゴンボール見たくなってきた。てかね、私ね最近ね、みんなに自慢したいものあるもんね。ちょっと近くいなきゃいいや。年齢を当てよう。え、私の、カシャさんの、あ、私の、あ、18歳、ブブー、近い。自慢、あ、自慢っていうのはドラゴンボールで、ご飯くんをガチャガチャで当てたよっていう自慢です。そう、でもちょっと近くいなきゃ、今度見せるね。すごくない。あとね、ガンバ2号も当たった。これドラゴンボールの映画見てる人にしかわからんと思うけど、2ちゃいちゃうで、3歳じゃない、5ちゃいでもない、今年で8歳。やめてよガンバ2号好き、マジで。ぶー、21でもない19でもない、そんな若く見えます。嬉しいな。一応お酒飲めます。そうですね、ヒントはお酒は飲めます、飲めます飲めます。ローの声、ローって誰、ひまわり組だよごめん、私タンポポ組だった、あ、コスモス組だった。20じゃない、みんな脳年齢言ってる。あ、そう、ごめん、じゃあみんな当たってるわ嘘かもしれない。なんでよ。ガンマ1号の声は神谷さん。へえ、神谷さん。コスモスお願いします。光の声が空高く聞こえる。23でも21でもない。なんでみんな、もう答え言うよ。言っていい、カシャさん。楓組さんです。楓組さん、楓組さんいいね。楓組さんなかったな。ひまわり組とかコスモスとかあったけど、楓っていいな、楓。え、 23.5 で靴みたいな言い方やめてよ。17歳だもんな。正解、
正解、永遠の28。だいぶ上がりましたね。違います、 22.3。 何それ 22.3 ってなかなか見ない数字だな。22185、それ身長やろ身長やろ絶対。上から78、78ね。何がそんな骨格ストレートみたいな全部ストレートすぎん。30、それええ小町さん30代独身女性って書かれたん。え、そうでしょ。何歳いっちゃいますよ。正解はでれれ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 、うざいですね。さっさ言います、22です。お願いします。今年22です。22と3ヶ月とかですかね。若い、本当よかった。22歳、かまちかわいそう。本当にとろくさい、あ、すいません精神年齢はまあ10歳ぐらいかな。本当22歳に見えない。でもさっきさ一番最初 22.222 って言って、なんでよなんでそんな刻むと。17じゃない、22だもんね。本当見えるって、本当20代って書かれてたよ。ありがとうございます。若く見られるのも嬉しいけど、まあ確かに22歳ぐらいって思われるのがやっぱ一番いいのかな。まあ別に28って見られても21って見られても18でも何でも OK 何でもいい、別に。21歳8ヶ月に見えますほぼ一緒やけどね、22も21歳8ヶ月もあんま変わらんよね。幼く見られるのは嫌。うーん、いや嬉しいですね、18って言われるの嬉しい。ボケなきゃ、ボケなくていいです。あーあーあーあああああ、ゆきながね、ゆきなが20代って書かれてた。なるほどね、気になったけど30歳独身女性は事実私ですか。22歳独身女性ですけど、私30歳、そうなの30歳って。でもなんかよく分からんけど見てみよう。かまちさんっていうのは私の同期ですね、アイドル時代の同期ですね。かまちさんは結婚考えてますか考えるかい、彼氏もいないのに、恋人もいないのに考えるかい、結婚なんて。同期の、そう同期のかまち。チキスタッフ対応悪かったの。あら、まあおみや酒飲むんか。飲まないですね、飲んだことないほとんど。焦りはないでしょ、22歳ですよ22歳って焦らなきゃ、焦らないでしょ22歳は別に。チキスタッフしてて可愛かった。あ、かまちさんかい、男性のタイプ。男性のタイプ、男性のタイプね、優しい人優しい人、彼氏いるから焦る。確かにそういう考えもできますね。確かに、でも全然焦らないでしょ22歳じゃ。あ、遅れた、全然ですよ。甘やかしてくれる人がいいですね、優しくて甘やかしてくれる人。あのその極主婦道のたっちゃんみたいな人岩見よるけん。あ、サッカー好きですよ。サッカーは10年ぐらいやってて、特技はリフティングとサッカー。見るのもするのも好きです。優しいじゃんみんな、水木よし。あー嬉しいな、激ヤバの人っていいですよね。うん、家族に教えるの。え、教えますね教えるの、わかんないわかんない、教えるのかな。でも隠すこととかできるのし、あ、でもあ彼氏か、結婚とかじゃないもんね。彼氏だったら隠せるか。親戚の子が許可、あー、インテリアクザさんだ、復活マネージャーさんだ。え、しないわ、ありがとうございます。ティアラ、あ、ちょうどティアラがある、ここに。わーい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 、ありがとうございます。ありがティアラ、ありがティアラ。
ちょっと暗い？ちょっとカラコン目立っちゃうけどさ、明るくしてもいい？ギャルじゃないの？あ、マブ。マブー。ちょっと眩しいんだけど。ちょっと眩しすぎて目が。目がシャキ。ティアラ来たー！あ、すごい！峯岸さん！哲也さん、おめでとうございます。推しと結婚ってすごいですね、本当に感動しました。あの TikTok とかに流れてきて、あの哲也さんと峯岸さんのなんか動画みたいなやつがすっごい流れてきて素晴らしかった。そう、私すごいあれでしょう、あのなんだっけ、あの元 AKBで、AKB、 そう AKB の先輩とウームの先輩です。すごいね、なんか嬉しいです勝手にそうしかも私さ、峯岸さんすごく好きで、あれなんだっけ、どういうなんかどういう大人になりたいかみたいな、なんだっけ、あるじゃん、あの成人式の時に、そう、成人式のどういう大人になりたいかみたいな時に、私峯岸さんが好きみたいなこと言ってたじゃないですか。だからすごくね、嬉しかった。なんか峯岸さん好きなんですよ。あの T シャツもずっと着てるぐらいなんですけど、いつも着てる。そんな関わったことほとんどないんですけど、そう、一回だけその番組でさ、あれなんだ、なんで共演した、アンロケか、そう、共演した時すっごく優しくて、めっちゃ優しかったもんねそう一番下っ端、私はそう、すごく嬉しいですね。あ、そう、キーパーチャージだ、キーパーチャージ峯岸さんがあの教えてくれ考えてくれた。本当に AKB のグループ、そうですよ、 AKB のグループっていうか AKB48 ですよ、 AKB48。 そう、チーム8って分かりますか？それそれ、そうだよ、違う元尾上瑞稀じゃない、今はないけどなあ、まあそういうことね。あ、びっくりした、その芸がなくなったのかと思った。あ、そうね、知名度なんてあるわけないじゃん、お水木に。今からですよ、これからこれから上げてこう、イエーイ。それで何の話だったっけ。まあそう、私はね、会ったことないですけどね、その東海オンエアさんと会ったことないですね。東海オンエアさんとはお会いしたことないんですけど、なんとなく、まあウームの先輩、見て、崩れちゃった。わあ、何、誰、チョコミントさん、見ちゃいないと、ワイの世界はモノクローム、ありがとうございます、嬉しい。何これ、バルーンや、ありがとうございます、ありがとうございます。チョコミントさん素敵ね、兄ちゃんいないとワイの世界はモノクロームってありがとうございます。本当になんか嬉しいです、なんか必要とされてる気がして。日向色では、やめてやめて、もう今いい、お水木が喜んでるでしょシャトレーゼって、シャトレーゼや、シャトレーゼ行ったことないかも。長崎にできたよね、色もないし香りもし、え、どうぞね、あっという間やったね、今日の1時間は。なんか AKB のドラマなのかな、見た、何のドラマ、え、ドラマショット、今シャトレーゼでケーキ屋さんやろ。あ、そうなんですか、山梨のケーキ屋さんなの、あれ、ショーなの、喧嘩のやつ、マジ無理学園、何、マジスカ学園の方なんやろか。ここ奥にあるよね、1週間分取りました1週間分ね、すいません、本当に
彼氏を待ってるの待ってないわ。かき氷食べ、かき氷も早く早く何でも食べれるようになりたい。私本当に何にも食べてなくて長崎帰って。でもね、私9月も長崎帰れるかな。なんかおばあちゃんがさ言ったっけまあみんなほとんど私のプライベートは配信でさらけ出してるからさ知ってると思うんだけど、おばあちゃんが亡くなったんですね3年前の9月に。そうだから今年が3回忌なの。そう3回忌だからみんななんか集まるんだけど、それに行きたいなって思ってる。行きたいなっていうか法事行かなければなのかな。そうもう3回忌だよ。人生で一番泣いたあの日から3回忌です。早いね。帰りたいっちゃん、私も帰りたいっちゃけどさ、飛行機もねあるしね、取れたら取れますけど仕事とかも何も被らなければ3年前じゃとか3回忌ではない。嘘だ、3回忌って言ってたよ親戚が。何パラシュートがそうに広がる、誰パラシュートが空に広がるさん、ありがとうございます。誰さん、2年前じゃあ2年前だ。え、早っ。3年前じゃないんだ、じゃあ2年前なんだって。そうなんだ、ありがとうございますパラシュートさん。え、パラシュートさんからパラシュートさんって誰、パラシュートさんって。え、インテリアクザさんやろ、違う、インテリアクザさんやろ絶対、こりゃ違うかな。ん、2年前だって。そうだ、確かに2年前ですね。2020年だ。ん、22、そうだ2年前か。じゃあまだ 2年しか経ってないんだ。そうだね、去年精霊流ししたから、そうだ去年精霊流ししたけん今年が2年目ですね。え、それを3回忌って言うんですね。なんでやねん、誰がそんなん決めたん、ん、誰が決めたん。ふーちゃん生まれてない、でふーちゃんに会った、可愛かった、もう可愛くて可愛くて、もういっぱい笑ってくれた、ギャハ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 って。そう去年が精霊流しで初盆だったんだよ。2年前か、ちょまだ意外と経ってないわ。そうだもう3年前のお盆は一緒にお家に来てたもん、おばあちゃん。そうだそうだ、え、そうお家来てたわ8月。そうだよ、まあとりあえず3回忌らしいけんね、帰りたいの私は。帰れるかな、なんかね福岡とかやったらねピュって帰るけどね、東京ってなるとねピュって帰れんけんねはぁって感じです。え、なにこれ達成ってなにこれ目指せ2021年までにフォロワー制になんか恥ずかしい、2021年っていつの話してるのこれ。今知ったんだけどこんなことなってたの。なんか触ったかな私2日前に外が爆竹だらけやった。あ、そっか15日ですね、行った私も見たかったな長崎のお盆。ずっと前だ寝ますねって、ありがとうございました、たくさんコメントをまた来てください、ありがとうございます、お待ちしてます。何 0.00001いっとき、何ですかそれ。もうあっという間に1時間終わっちゃいました。ニューヨークは朝です、おはようございます。誰、かっちゃん、かっちゃんやろ、ちゃう、いっときが長すぎんのよ。いっときって私2週間くらいのイメージあったけどいや長めに言っとこうと思ったってよ、あの逆にね短めに3日休みますって言って、あの
3日で治られた時のことだって、その時はもう死ぬと思ったけんさ、死ぬと思った時はさ、あの早く言えんや、とりあえず長めに休養を取っとこうと思って、そう一時って言って2時間ぐらい、あ2時間じゃない2週間ぐらいのイメージあったけど、なんかみんなからしたらちょっとあの3日とかって感じちゃったのかな、ね、ごめんなさい本当に。そうなんだかね、なんかそれだから一瞬ね、なんかストレスなのかなと思って、何かしらの胃だったから、毎なんか2日に1回ぐらい胃が痛くて寝れないみたいな日がずっと続いてたから、もう熱もね微熱ってずっと続いてね、なんかストレスなのかな、自分じゃ感じないから全く。そうだからさ、とりあえずなんか全てを変え、なんか何もしないを、あのメイクもしないし、なんかもう全てを全てを一旦置いて、なんかもうこうやってだらーって生きてみようと思ったんだけど、逆になんか逆に辛かったそっちの方が。そうでだから、うん、まあ、まあなんか楽しかったのか楽しくなかったのか分かんない。暇すぎてもね、なんか食べれんのがね、食べれたらもっと楽だったんだろうけど、うん、でもストレスじゃないと思うけど、ね、何なんですかね。でもしかしたらね寂しいのかも、東京に一人でいる寂しさストレス。ありがとうございます、ランキング見ます。第1位笑顔ニコニコさん、えすごい5022だ、すごい、ありがとうございます、笑顔ニコニコさんありがとうございます。第2位インテリアクザさんだ、絶対ありがとうございます。第3位チョコミントさん、ありがとうございます、絶対そうやろ、ありがとうございます。第3位4位アーリンさん、ありがとうございます。第5位コウタロウさん、ありがとうございます。第6位ミネマツさん、ありがとうございます。第7位サッタンさん、ありがとうございます。第8位ブリンドさん、ありがとうございます。第9位クボくん、ありがとうございます。第10位ポポさん、ありがとうございます。第10位デカプーさん、ありがとうございます。第12位コマちゃん、ありがとうございます。第12位インペラスルスカーラさん、ありがとうございます。第12位ミュニミニブーブーさん、ありがとうございます。何本当誰、ちょって誰、キャー元気になってよかった、ありがとうございました。ブリント